ジラはアメリカ合衆国ワシントン州ヤキマ郡の都市である。2000年の国勢調査によると人口は2198人である。北緯46度24分13秒、成形120度15分39秒に位置している。アメリカ合衆国統計局によると総面積3.2平方キロメートルである。このすべてが陸地である。2000年の国勢調査では 人口2198人792世帯591家族が暮らしている。人口密度は695.6平方キロメートルである。264.9平方キロメートルの平均的な密度に837件の住宅が建っている。この都市の人種的な構成は白人73.25%、 アフリカンアメリカン0.82%、ネイティブアメリカン2.14%、アジア0.77%、太平洋諸島計0.36%、その他の人種18.29%、根血4.37%である。この人口の26.07%はヒスパニック、またはラテン系である。全世帯のうち18歳未満の子供と同居している。 世帯が40.2%、夫婦のみの世帯が56.9%、未婚女性の世帯が13.8%であり、25.3%は、家族を持たない。個人名義の世帯主が21.7%、そのうち65歳以上が10.0%である。世帯ごとの平均人数は2.78人、家族ごとの平均人数は3.22人である。 18歳未満の未成年が31.2%、18歳以上24歳以下が10.0%、25歳以上44歳以下が27.6%、45歳以上64歳以下が19.3%、65歳以上が13.7%、平均年齢は33歳である。女性100人に対して男性は92.0人で、ある。 18歳以上の女性100人に対して男性は89.0人である。この年の世帯ごとの平均的な収入は 38,214US ドルであり、家族ごとの平均的な収入は 44,688US ドルである。男性は 33,819US ドルに、対して女性は 23,603US ドルの平均的な収入がある。 この都市の一人当たりの収入は 16,415US ドルである。人口の13.8%及び家族の9.0%の収入は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の16.4%及び65歳以上の16.6%は貧困線以下の生活を送っている。百九十一年に焼き間川下流から考えを もたらすサニーサイド運河計画が完遂し、1892年に運河会社の監督であったウォルター・グレンジャーがこの地を町の場所に選んだ。ノーザンパーシフィック鉄道社長として運河の建設に賛同していたトーマス・フレッチャー・オークスの娘、ミス・ジラ・オークスにちなんで命名された。新しい町への移動中に娘が泣き叫んでいたため、父が町に 彼女の名前を与えると約束したところ泣きやんだという逸話がある。彼は考え会社を退職後、ジラの住民となり、後に市長に選出された。1911年1月5日、正式に設立された。ジラは焼き間のベッドタウンである。主要産業は農業と農業関連のサービス業である。ジラ学区関連の仕事もトップ3の一つである。 ジラガックは、ヤキマバレー中域に4つの建物があり、約1250人の生徒を収容する。ジラガックは、ヤキマ群の中で最も小さい区域の一つであり、人口は推定4000である。ティーポットド,ドーム、サービスステーション。ありがとうございます。